はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15、また久々にやります。アップデートが来て、8月31日から、来年の1月31日まで限定で遊べるアサシンズフェスティバルっていう、まあ、無料 DLC が配信されたので、やってみようと思います。アサシンクリードとのなんか、コラボで、シフトで街中飛び回れるノクトとは相性が良さげ。あとなんかチャプターセレクトみたいのが増えたりして、まあこれはいいか。じゃあ早速フェスティバルやってみよう。かつて圧政から街を救ったという英雄伝説があった。実在しているかも定かではないその英雄は皆にアサシンと呼ばれるようになった。これレスタルムか？なんかね、見覚えがあるなと思ったら、あれだいぶ初めの方に本編で出てきた敵の幹部さんじゃないか。生きてたんだ。あ、ちょっと設定してみます。 OK。 プロンプトどっかにいるのか。イーグルダイブったらさ、あの朝栗でよくあるピョンと飛んでと王様。あ、ノクタいた。ああ、こっちだ。行こう。え、格好まで。オッケー。おかしいな、あの人倒したはずなんだけどな。おお、なんでこんなことになってんだ。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。あ、アサシンズフェスティバル。他の二人はどうしたんだ。これ装備、あ、変更できないんだ。あ、まだ尾行か。これアサシンならさ、どっかぴょんぴょん登っていけるわけでもない。スカ、見失わないようにしよう。超真後ろにいるけど。敵が多すぎるな。ノクト、こっち通れるかも。魔導兵が通せんぼしてんのね。あ、いたいたいた。そっち行っちゃう。ノクト、上通れるかもよ。上、おお、あ、登っちゃう。で、こうジャンプ。おお、シフトとの組み合わせは抜群。パイプ渡って。暗殺する。
そろそろレスタルムに着くぞ。おほほ、いよいよアサシンズフェスティバルだね。これマジで来たいと思ってたんだよな。ノクト、俺たちは帝国に追われてる身だ。はしゃぎすぎるなよ。はいはい。まあ、息抜きも必要だ。楽しもうぜ。見て、いろいろ貼ってあるよ。うわ、マジでテンション上がるわ。こいつら、なんでこんなテンション上がってんだ。ノクトはアサシンクリードというゲームが好きだからな。お前もゲームやればわかる。そうなの、好きなの。ノクト、いつもスマホのゲームやってたけど。うわ、盛り上がってるね。いつもと雰囲気全然違うな。ついに来た。車が多いな。どっかにアーデンの車とかありそう。これ数日前ね。え、一体何があってあんな格好に？受付へ向かう。おい、ノクト。ノクト。こっちか、受付。おお、わあ、なんか他の人も格好がそれっぽい。コスプレ？おい、見ろよプロンプト。おお、すっげえ、イーグルダイブしてる。何やってんだあれは。イーグルダイブ、高所からダイブするアサシン特有の技だ。ノクト、やりたいんでしょう。いや、そんなことねえよ。ああ、そう？アサシンズフェスティバル。やっぱり同じアサシン衣装でもたくましい人がいいわね。わかる。数日後、イーグルタイプやってるけどね、様になった格好で。シドニー。あれ、ハンター君たちと知り合いだっけ。そう、うちのお得意さんでね。二人は知り合いなのか。うん、気が合うんだ。ところで、このアサシンズフェスティバルって何なの。アサシンズフェスティバルってのは、昔伝説のアサシンってのがいて。お前が説明すんのか。フェスティバルの実行委員をしてるから、後で説明してあげる。フェスティバルでは衣装の貸し出しもしてるのよ。着るか着ないかは自由だけど、よかったら着てみたら。もちろん着るでしょ。ねえノクト、アサシンの衣装を着ることで今よりは人に紛れることができそうだな。そういうことならしょうがねえよな。うわぁ、超嬉しそう。すごい着たかったんだね。俺たち完全にアサシンだね。露出が多いな。悪くねえな。俺は気恥ずかしいが。メジャーのアサシン衣装を貸してもらった。グラディオが一番っぽいな。はい。みんな似合ってるじゃない。だろ。全然雰囲気違うね。もっと布の部分が欲しいところなんだが。準備もバッチリね。じゃあフェスティバルを楽しんできて。こっからは別行動にするか。俺もまだ二人といろいろと話したいしな。そういうのあり。ほんじゃプロンプト一緒に行くか。夜にホテルで集合にしよう。了解。じゃあ後でな。
あ、これで別コードになったんだ。アサシンメダル。あ、アトラクション遊んだら入手できんの。いけ。なら早速。ハリーハンマー2。スクエアエニックスカフェ。ちょっとスクエニカフェ行ってみよう。まずストーリー進行とはそれは関係ないか。ここで二手に分かれて数日後状態になってると。ここガラド風の串があるんだって。へえ、うまそうだな。お、なんか置いてある。お、メダル。あれ、メダル。メダル今完全に机の上に乗っかってたけど、もらっちゃっていいの。ようこそおいでくださいました。ご用件は。高橋店長。あ、情報収集って言っても、高橋店長と有意義な情報交換が盛り上がった。あ、それで終わり。またのお越しをお待ちしております。夜が明けたけど、どんだけ話盛り上がってんの。サボテンダーが飾ってある。ゆっくりなさってください。ご用件は。お食事の方はなんか特別なものがあると思ったけど、これ食べたことあったっけな。かしこまりました。いただきます。あ、このね、 MBS ってね、これ映画の FF15 のあるシーンで、あるシーンでというか、特別なムービーで登場したモルボルのちびっこだっけな。どうぞフェスティバルをお楽しみください。スクエニカフェ串しかないのか。なんかこの辺雰囲気違うな。小さい子向けのエリアみたいよ。ああ、なるほど。小さい子向けで、おはよう。あ、こういうのをメダルで買うんだ。なんか特別なアイテム。あ、フレームね。ノクト見た？写真雑誌が置いてあるよ。あれ欲しい。ああ、あったかもな。絶対あった。メダル集めるしかない。え、アサシンごっこしようよ。おはよう。あ、ショップ確認。はい、案内ね。屋台って何でも美味しそうに見えるよね。まあこういうフェスティバルだからそういう格好をしてるんだろうけど、フードかぶってたら怪しいな。これメダル？メダル。お写真いかがですか？お。お写真いかがですか？はーい。あのさ、せっかくだから写真撮らない？え？まあ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 。プロンプトも一緒に入れよ。オッケー。じゃあ行くよ。ああ、どうしよう。いや、アサシンはノクトがやりそう。じゃあ俺アサシンの方やるわ。まあそう言うと思ったよね。本当にお前たち帝国に追われてる人間か？
ハリーハンマー、やってみるか。あ、クエスト扱い。走って騒いで気分爽快。逃げる野獣たちを専用の武器で追いまくれ。逃がさずいっぱい撃破できたら豪華景品を進呈だ。遊んでいってよ。遊びます。まあノーマルでやってみよう。じゃこちらへどうぞ。逃げ回るサボテンダーを叩きましょう。このゲームではシフトブレイクを制限なく使います。近くの敵を狙うには適していますが得点は低くなります。オッケー。プロンプトも一緒に参戦します。あ、ハンマーで叩くのはあ、サボテンダーの得点が高い。極力シフトを使わない方がいいんだね。サボテン叩け、サボテン。わっ、でっけ。ボーナスシャボテンだ。あ、高い。待って待って。で、ハンマーが届いてるけど、ノックバックするんだ。消えちゃった。待て、サボテン、サボテン待て。ボーナス来た。あ、何くつろいでんの。いや、もうちょいで1万スコアいくけど。OK、到達した。ニューレコード。おお、すごい記録。お疲れ様でした。あ、10個ももらえる。あ、こういうの遊びまくってどん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 メタル貯めて、でこっちで買っちゃえっちゅうわけっすな。まだ他にもアトラクションはいろいろあるけど。え、アルバイトで、多分ホテルに行ったらイベントが進むんでしょう。ちょっともう一個アトラクション行ってみよう。え、すごっ。何やってんのあれ。何かの大会か。たっかー。あんなとこ危なくないのかな。まあ俺なら余裕だけどな。あれはあれか、カイジのあれか。ちょっとあれやってみたい。一練りスレンジ。ここでは一練りスレンジが遊べるぜ。ルールは簡単。機銃を使って野獣どもを撃ちまくればいい。たくさん撃退できればすげえ景品をプレゼントだ。どうだ、一練りスレンジで遊んでいくかい。まあ渡るやつではないんだ。こっちもやっていこう。ノーマル。あ、こっち入れんの。ちょっとエイム力が試されるけど。あ、簡単に倒れないんだ。これも常に撃ってていいな、これ。難しいこれ。で、これどの的がポイント高いんだろう。ちょっと赤めのやつか。お、サボテン？ポイントが高い。サボテンは基本的に何でもポイントが高いんだね。
と思ったらこっちも高い。あ、待って、倒れるのが早い。お、待って、左上にサボテンが見えたけど、サボテンの方がポイント高かったんじゃね。とりあえずターゲットスコアはクリア。やるじゃねえか、すげえ成績だ。メダル10個、メダルたくさん貯めて、あのプロンプトが欲しがってたあの写真集欲しいな。じゃあ今回ここまでにして、フェス結構大規模だからパート分けてやっていこう。期間限定とか言ってるけど、まあ来年の1月終わりまでやってるんで、無料でダウンロードしてやってみよう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。